3月いっぱいです終わりまして、で4月からはそこも、まあ、我々の仲間がちょっと引き継いで、これは水曜日に毎週やってるんですけど、ね、ありがとうございます、はい、で私と英子さんは隣のマンションから引っ越ししてきました。今おいくつですか？99。そうでしょ、99の見ていただいて、今も一人暮らし、一人暮らし、そうそうです、今日のお昼はね、ちゃんと行ったらね、丼にご飯が入ってて、ちゃんと自分で使うのが大事にして、素晴らしい。通して、腰がいつも何か痛くなる。だからこういう時に、どうやったらちょっと良くなるかな。お風呂の中で、こういうことやると、ちょっと体楽だし、肩こりちょっと楽になりますよっていうのでね、爪の上に親指の線じゃなくて、爪の両側を押さえて、ボーンってやる。で人差し指の両側を押さえてポーン、中指の両側を押さえてポーン、これね爪のねこのね爪先から血がポンって返るんですよ。要するにね、足もそうじゃない、第二の心臓って言われて歩かないと足がむくむじゃないですか。だから足をこうやってついた時にポーンって戻るわけですね。で心臓血がよく元気になる、回りやすい。で意外とね、手って動かさないと動きにくくなって、はばったくなるんですよ。もし亀よ、亀さんしたよ、あれ世界のうちで、おいおい、ちょっと待った、ずっと出っ放しみんなおかしいわけじゃん。一回出したら、引っ込めてしたよ、引っ込めちゃうのね、引っ込めていいの、これね、なんか頭の体操なのに肩凝っちゃうもんね。ちょっと待って、肩を緩めて自分の楽な高さにして、楽な高さ、はじめ親指よ、もしもし引っ込めて、亀よ、下、亀よ、亀さんよ、世界のうちでお前ほど、ああ指なのもうママつられちゃった、どうしてそんなに呪いの、小指で終わった。お家帰ると喋る人がうちにいない方、一人もう今日は思いっきり喋っててっていうのは口も運動ね。でね、口がねよく動かすと唾液が出るじゃないですか。唾液が出ると虫歯もなくなるし、飲み込みやすくなるし、喋らないで、うん、じゃあいいですか、いいけどね、第1回皆さんいかがでしたか？こんなに多くたくさんだと思わなかったよね。男性5人だって、すごいですよね。普通来ないよね男性。